ここが俺たちのアジト。アジトっていうか何かの事務所みたいだけど。みたいというかそのものズバリ。フォルトナエンターテイメントって聞いたことがないか？知ってる。キリアが所属してる芸能事務所。さすが翼ちゃん。でここがそのフォルトナエンターテイメントだ。表の顔は芸能事務所、裏の顔はミラージュ事件の調査隊。それが俺たちフォルトナエンターテイメントなんだよ。で、二人には教えてなかったけど、俺がお世話になってる芸能事務所ってわけだ。どうして教えてくれなかったの？そうだよ、そんな組織に入ってるのを隠すなんて水臭いじゃないか。キリアと同じ事務所だって教えてくれたら絶対にサインもらってって頼んだのに。そっち？というか翼ちゃんのそういう反応が予想できたから教えなかったんだよ。それよりそれより、トーマくん、キリアはどこにいるのかな？ここにはいないぜ。落ち着けよ翼ちゃん。キリアさんは仕事だよ。ただでさえ忙しいのに今はライブも控えてんだ。それこそ分刻みのスケジュール。俺ですらキリアさんの顔見んの超久しぶりだったんだぜ。翼ちゃん、何してるんだ？キリアがいた空気を吸い込んでます。これがキリアが吸った空気。幸せ。どう、そうだ、二人に会ってほしい人がいる。会ってほしい人？うん、あのドアの向こうにな。ほら、翼ちゃんもいつまでもトリップしてねえで。もう少しこの空気を。ビルの中にこんな場所が。驚いたろ。ここは俺たちミラージュマスターや高いパフォーマーを持つ選ばれし者だけが入れる特別な場所なんだぜ。この空間、何か懐かしい感じがするな。ええ、私もよ。なぜかしらね。今までどこにいたの？どこって、翼ちゃんと一緒にいたぜ。ただ見えなかっただけだ。このブルームパレスでなら実体化できるんだよ。おい、チキ。あ、トーマお兄ちゃん。この子はどこかで。うん、
さに驚いたよ。まさかトーマくんが年下の女の子にお兄ちゃんって呼ばせて。ってあれ、この子どこかで見たこと。ああ、そうだ、チキだよ、ウタロイドのチキ。ウタロが実在してる。ナイスなリアクション、アンガトさん。というか変な容疑をかけないで最初からそっちに反応してくれ。紹介するぜ。二人も知ってるウタロってのは仮の姿、チキの正体はミラージュだ。ブルームパレスにようこそ。待ってたよお兄ちゃん。俺もお兄ちゃん。うん、お兄ちゃんって呼んじゃダメ。ダメなの？あ、いや別に構わないけど。やった、ありがとうお兄ちゃん。お礼を言われることじゃないって。それより翼の危険を教えてくれてありがとう。ううん、私はそれくらいしかできないから。本当は私自身が助けに行ければいいんだけど、私はここでみんなの無事を祈ることしかできないから。それってどういう意味？私は他のみんなとちょっと違ってブルームパレスに縛られてるんだ。そんなことよりお兄ちゃん、クロムとシーダの記憶は？二人は記憶ある？クロムもシーダも自分がなぜここにいるのかわからないって、記憶を失ってるみたいだったけど。やっぱり。もしかしてチキも記憶が？理由はわからないけど、ミラージュはみんな記憶が曖昧になっちゃってるみたいなの。それはきっと不安だよね。うん。心配してくれてありがとうお兄ちゃん。でもね、大丈夫。クロムとシーダが見つかって、お兄ちゃんと翼お姉ちゃんはいい人そうで、今はとっても嬉しいよ。チキちゃん、なんていい子。私毎日遊びに来るからね。ありがとう翼お姉ちゃん。自己紹介も済んだことだし、チキ、そろそろユニティの説明頼む。ユニティ？お兄ちゃん、パフォーマーを持ってるよね。あのね、パフォーマーっていうのは人の心に宿る表現力の結晶なの。そんなパフォーマーを人間やミラージュに合体させて新しい才能を開かせてあげる儀式、それがユニティだよ。新しい才能？簡単に言えば強くなるってことだね。私は他のミラージュみたいに戦うことはできないけど、ここでユニティの儀式ができるんだ。ねえねえお兄ちゃん、早速私と一緒にユニティしよう。パフォーマーが集まるミラクルステージブルームパレスへようこそ。聞いてお兄ちゃん、新しいユニティができるようになったよ。カルネージユニティって言うんだよ。新しいユニティ、これでいいかな。それじゃあユニティするよ。
クロム、俺に力を貸してくれ。今作ったカルネージ、ここでもう装備しちゃう？私にできることはこれくらいだけど、少しでもお兄ちゃんたちの力になれたら嬉しいな。頼りにしてるよ、チキ。よかった。私、いっぱい頑張るね。舞子さん帰ってきたみたいだな。話があるから事務所に戻ってこいってさ。もう帰っちゃうの？ごめん、でも必ずまた来るから。私もまた絶対に来るからね。うん、楽しみにしてる。またね。やっほー。舞子さん、人が悪いです。なんで芸能事務所のことを教えてくれなかったんですか？まあまあ、いろんなこといっぺんに伝えて混乱させるのも悪いかなって思って。それより、翼ちゃんのレッスン、予約入れてきたわよ。レッスン？うん、ダンスと歌をね。翼ちゃんはアイドルとしてデビューさせることに決めちゃったから。正統派の清純派アイドルね。でもそんな急に。慣れろ翼ちゃん。舞子さんのプロデュースの仕方はいつもこんな感じだぜ。事件のことは？残念ながら事件はいつ起こるかわからないのよね。だからとりあえずレッスンしましょう。翼ちゃんはアイドルいけると思うのよね。なんたって舞子さんがビビビって来ちゃったんだから。うちの事務所でアイドルとして活動してたらキリアに会える機会だって増えるわよ。やります。即答か。即答だ。ちなみに歌とダンスのレッスン、いつきくんも一緒に受けてくるのよ。え、俺もですか？うん、芸能の能力を高めることはミラージュマスターの能力を高めることにもつながるから、いつきくんにも意味があるのよ。それはどういうことですか？ミラージュマスターとしての強さはエンターテイナーとしての力に依存するのよ。エンターテイナーとしての力に？そもそも芸能はね、神事のための舞を源としているの。演者の身に神の力を下ろす、いわゆる神下ろしを目的としていたから。神の力を身に下ろす、ひょっとしてミラージュマスター？ええ、マスターがミラージュの力を使う原理は能の神下ろしに通じるものがあるの。だから歌、演技、楽器演奏、芸術、芸能に関わる技術を磨けば神下ろし、ミラージュの力を使う技術が高まるってわけ。簡単に言っちまえば、エンターテイナーとしてすごいやつはマスターとしても強いってこった。私たちが表向き芸能事務所をやってるのも伊達や水郷じゃないのよ。ま、とにかくもうレッスンの予約2人分入れちゃったし、人生何事もチャレンジよ。初レッスン頑張ってきてね。いつき、翼ちゃん、骨は拾ってやるぞ。え？なんで死地に赴く兵士を見送るような言い方？それは
明日渋谷のレッスン場に行ってからのお楽しみ。フルコース頼んであるから期待してなさい。それじゃ今日は解散。先生ですか。シュラップ。まだ決めポーズの途中です。決め。行きますよ。バットのシングもグッドにチューニー。バリーグッドマン参上です。よろしくお願いします。オーケー翼、私のことはバリーと呼んでください。はい、バリーさん。バリーグッド、知ってる人？何年か前にキリアさんのライブにギタリストとして出てたから覚えてる。いろいろな伝説が残ってるんだよ。アメリカの超有名バンドの元ギタリストで、ソロアルバムでミリオンとか。でもその人もっと痩せてたような。本人なわけないよね。うん、翼、それは私で。何キロ太ったんですか翼。気にしないでください。私がファットマンになったのは事実です。ズミ、昔の話です。それでは次、そっちのボーイ、ネームプリーズ。青井いつきです。よろしくお願いします。マイクはルーキーにレッスンつけていました。ここに来た子、エビバディルーキーズ。頑張ります。いい返事ですね。今日の私はやる気十分。通常の3倍速度と密度でいきます。通常の3倍？別に3倍じゃなくても。知ってましたか、今日は秋葉で人気アニメディアマジョイロハのフィギュアが発売される日です。特典付きの限定版は少しだけ。出遅れるわけにはいきません。はあ、お宅の何が悪い。何も言ってませんよ俺。限定版買えなかったら大絶望。さっさとレッスンを終わらせたいので協力してください。間に合わなかったらいつきにも行列に並んでもらいますよ。わかりました。3倍でいいです。マイコからはスパルタコースでって頼まれましたから。
本当は3倍でも足りないくらいで。ビシビシいきますよ、ルーキと言えばわかるのです。翼の歌にはスズメの涙ほども魂がこもっていません。そんな歌はクソくらえ。いいですけ翼、そつなく歌うだけならレッスン次第でできます。バツ、その歌に熱狂や感動がありますか。ないです。今の翼の歌がそうです。それじゃステージに上がる意味なせん。翼はもう芸能人です。お金をもらってパフォーマンスを見せるプロフェッショナル。プロとしての覚悟を持ちなさい。その覚悟がないなら今すぐ事務所を抜けて芸能界をやめやがれ。それはダメ。私はお姉ちゃんを探したいんです。だから翼の都合なんて私知らない。今の翼の歌は自分のための歌です。メッセージが込められてません。自分のためメッセージってどうやって歌に込めたら。答えを聞いては意味がありません。感じるのです。いつきも翼が言われてるだけと聞き流すなよ。考えちゃいけません。ハートに問いかけるのです。それではワンモートライ。ストップ。このまま続けても時間の無駄。アニメ見てた方が有意義ですね。次も私のレッスンを受けたいならディア魔女イロハ見て勉強してきてください。ごめん、いつきくん。私のせいでバリーさん怒って帰っちゃった。気にするなって。矢面に立ったのが翼だっただけだよ。はあ、アイドルって大変なんだね。なんかいろいろ考えちゃった。もしかして、綾葉さんのこと？うん、よくわかるね、いつきくん。まあ、なんとなく。お姉ちゃん、こんなに厳しい世界で生きてたんだなって。ガツンとやられちゃった感じだよ。レッスンも実際のアイドル活動も大変だったのかもしれないけど、そんな素振り全然見せなかったから。家にいるときはいつも優しくて、テレビで見る姿はキラキラしてて。かっこよかったし。ああ、やっぱり私、お姉ちゃんと違ってアイドルに向いてないみたい。諦めるには早いよ、翼。まだ1回レッスン受けただけだし。バリーさんが勉強しろって言ったアニメだってまだ見てないじゃないか。なんで笑うんだ？だって、いつきくんと二人で小さな女の子向けのアニメ見てる姿を想像したら、おかしくて。でも、
元気づけようとしてくれてありがとう。そういうところ本当に変わらないよね。うん、私もうちょっと一人で考えてみるね。またね、いつきくん。あ、お疲れ。お疲れ様です。あ、何？大玉では助けてくれてありがとうございました。気にしなくていいわ。それよりさっきあなたの友達とすれ違ったんだけど、大丈夫？ずいぶんへこんでたみたいだけど。バリーさんにレッスンを受けたんですけど、怒られてばかりで。うん、ま、それがバリーの仕事だからね。ね、一番近くであの子の歌を聴いていたあなたはどう思ったの？うまかったと思います。そこまでひどく言われるものではなかったと思いますけど。なるほどね。ね、あなたたちは歌手になりたいの？俺は違うけど、まあそんな感じです。そう、歌手の歌は言葉なのよ。え？歌手としての彼女は生まれたばかりの赤ん坊で、だから言葉というものをまだ理解できてない。だけど赤ん坊にだって感情はある。それを伝えるために彼らは泣くでしょ。あ、はあ。だから彼女は泣くように歌えばよかったのよ。その訴えをバリーは絶対に聞き逃さないから。つまりレッスンの前に翼を泣かせればいいと。受け取りなさい。これは？それは私のライブのチケット。ライブ？あの子と二人で来なさい。そのライブから何を得るかはあの子次第だけど。だけどあの子なら。ん？いえ、何でもない。共演相手の剣やしろは超一流のアーティストよ。これからマスターとしてやっていくつもりなら、あなたにも得るものがあると思う。それじゃ、これからリハーサルだから。それにしてもすごい熱気だな。キリアと剣社の合同ライブだよ。当たり前だよ。キリアさんも言ってたけど、そんなにすごいのか、その剣社って。こんなライブ畑中八房じゃなきゃ打てなかっただろうな。畑中八房？始まるよ。
すごい、すごいね、キリアさん。やっぱりすごくかっこいい。ああ、翼が進めてた理由はよくわかったよ。でしょ？キリアさんが歌うだけで、ステージに立つだけで、たくさんの人にパワーをあげられるの。翼？翼、どうかしたの？私も聴いている人を元気にしてあげられる歌、歌ってみたい。キリアさんみたいに輝きたい、ステージの上で。翼、決めた。私決めたよ、いつきくん。だからこの前に言ったことは忘れて。この前？お姉ちゃんと違って私はアイドルに向いてないって言ったこと。見ててね、私絶対にアイドルになるから。キリアさんみたいにできるかわからないけど、ファンの一人一人に喜んでもらえる、元気をあげられる歌を歌えるようになるから。なれるさ、応援するよ。今は何をしてやれるかわからないけど、きっと翼の力になる。いつきくんの応援があれば百人力だよ。自力で正解にたどり着いたみたいね、翼ちゃん。舞子さん、キリアがこのライブを通して伝えたかったもの、それはきっと今あなたが感じているものよ。そしてそのパフォーマーは翼ちゃんが自分だけの正解を見つけたという証。あなたはたった今新しい才能の扉を開いたのよ。新しい扉。さあこのまま次の社くんの。俺たちにしか見えてないのか。あれ、この弾は弾ああ、全部めんどくさい。でもなんでこんなにめんどくさいんだ。何なのあれ、ミラージュの攻撃。でもあんな現象は見たことない。逃さないと言っているでしょう。どうしてあなたが。私の邪魔をしないで。
その女からは大量のパフォーマーを感じる。殺さず生け捕りにするのよ。待てよ。私の邪魔をしないでって言ってるでしょ。いつきくん、遠野くん、お姉ちゃん、翼、うっ、ギリアさん、何をしているの。ここは戦場なのよ。そんな、キリアさんが、キリアさんが、怪我だ。一旦戻って体勢を立て直さねえと。追いなさい。何かが起ころうとしている。今逃げ出したら渋谷が、いえ、この世界がどうなるかわからない。でも私たちだけであんなにたくさんの敵、それにお姉ちゃんだって。連れてるんじゃないわよ。5年間ずっと探してたんでしょ。アヤハを救いたくても力がなかった。手がかりすらも。だけど今はそうじゃない。だったらどんな障害があったとしてもあなたは追わなくちゃいけない。今のあなたたちはミラージュマスターよ。望もうが望むまいがもう当事者なのよ。だったらその運命を呪うのではなく、運命を超えなさい。キリアさん、アヤハをよろしく。早く帰ってこいって伝え。キリアさん、キリアのことは任せて。みんな、あとは頼んだわよ。気をつけてね。任せてください、マイコさん。ヒーロー的にはこっから逆転タイムなんで。俺たちがやるしかないんだ。大丈夫だ、翼。俺たちがついてる。行こう。
ここが。お姉ちゃん、どこにいるの？いつき、翼から目を離さないで。わかった。クロム、力を貸してほしい。ああ、任せろ。よっしゃ、俺たちも気合い入れてこうぜ、カイン。おお、誰よりも早く戦場を駆け抜けると。助けてくれ。お、なんだこの声。あ、あそこ見て。誰でもいいから、その化け物をどうにかしてくれ。助けよう。さあ、クライマックスだぜ。貫け、弱点発見。まずはこの日を逃すぞ。もう一つおまけ、これで終わり。親玉、打ち取ったり。なんとか倒せた。 ありがとう、君たち。あれ、よく見るとあなたはもしかしてトーマの知り合い。畑中八つ草さん、この業界じゃ知らない人はいない超敏腕プロデューサーだよ。今回のライブの仕掛け人でもあるんだぜ。お会いできて光栄です、畑中さん。名前だけ一人歩きしてる感じだな。まあ、そんな大した人間じゃないよ。と、それより、一体何が起こってるんだ ?106 で騒ぎが起こって、逃げ回ってたら。なんて説明したらいいのか。この場所から出られますから。おう。分かった。おい、見ろ、あそこ。お姉ちゃん。待て、翼、一人じゃ危険だ。でも、いつきくん、お姉ちゃんが。落ち着くんだ。焦っても、あやはさんは助けられない。ごめん。あんな姿になったお姉ちゃんを見てたら、キリアさんのこととか、いろんな気持ちがごちゃごちゃになっちゃって、つい。そっか。ねえ。いつきくん、小学生の頃、今と違って私がちょっとだけドジだったの覚えてる？今と違って？うん、それがどうかしたの？ああ、それで続きは？たまに私がドジして落ち込んでるとお姉ちゃんが誘ってくれるの、一緒に歌おうかって。そしたら落ち込んでた気持ちがどっか行っちゃって、お姉ちゃんと一緒に歌いながら笑っちゃう。だからもしミラージュがお姉ちゃんを操ってこんなにひどいことをさせてるなら、私は絶対に許さない。その様子なら心配いらないな。心配って？
もっと落ち込むかと思ったよ。落ち込んでる暇なんてないよ。だって私キリアさんやマイコさんから託されたんだもん。だから私の手でお姉ちゃんを助けたい。今度は私がお姉ちゃんを笑顔にしてあげたいの。翼ならきっとできる。俺も協力するから。俺たちにはもう一人心強い味方がいるし、きっとうまくいくさ。なあトーマ。ああもちろんだ。絶対お姉さんを助けようぜ翼ちゃん。いつきくん、トーマくん、ありがとう。少し広いところに出たけど、本当にこっちで合ってるのかな。いや、ビンゴだ。あそこを見ろ。お姉ちゃん、やっと追いついた。あら、ずいぶんと可愛らしいお客さん。取り付いているミラージュのせいかもしれない。あら、ひどい言い草ね。人のせいにする男ってモテないわよ。私はアヤハを操ってないわ。だって私たちはパートナーだもの。じゃあ、あれがアヤハさんの本心だって。違うよ、イツキ君。こんなのがお姉ちゃんの本心のわけがない。だって私は知ってるよ。お姉ちゃんが毎日夜遅くまでたくさんたくさん練習してたこと。お姉ちゃんはいつだって前向きに頑張ってた。頑張ればうまくいくの？違うでしょ。練習で得られるのは虚飾の安堵、単なる自己満足に過ぎないのよ。そうよね、アイア。夜遅くまで練習したのは、そうしないと不安で眠れなかったから。私より可愛い子が何人も消えていく。私より歌が上手い子が何人も潰れていく。
私なんかがアイドルをやろうなんておこがましいってすぐに気づいたわ。それなのにみんなは無責任に期待して重いよ。私には背負いきれない。これ以上幻想を押し付けるのはやめて。私に才能なんてなかったのよ。そんなことない。アイドルをしてた時のお姉ちゃんはキラキラ輝いてた。歌ってる姿からこの仕事が好きだっていうお姉ちゃんの気持ちが伝わってきた。何を言おうと無駄よ。あやかはそんな軽々しくて無責任なあなたたちにうんざりしてるの。違う、そんなの信じない。私が信じるのは私が見てきたお姉ちゃんの姿だけ。才能なんて関係なく、お姉ちゃんはアイドルだよ。可愛くてかっこよくて大好きだから。今でも私はお姉ちゃんの大ファンだもん。音が聞こえる。これは翼の声。よろしくないわね。聞こえる？どういう意味？邪魔なんてさせないわ。私たちにはやるべきことがあるのよ。どいて！私はお姉ちゃんを連れて帰るんだ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。お願いシーダ。任せて。始めよう。決めろよ。おりゃ。よっしゃ。すべて焼き尽くす。私から行くね。この隙に。次は俺が。こいつで最後だ。俺の活躍最高だったろ。早くお姉ちゃんを追わないと。翼、ちょっと待ってくれ。追うのは賛成だけど、一度落ち着いた方がいいかもしれない。あやはさんについて少し気になったことがあって。気になったこと？翼の声が聞こえていない、そんな気がするんだ。聞こえてないっていうより届いてないって言った方がいいのかもしれないけど、思い出してみてくれ。あやはさんはあのミラージュには従ってたけど、翼の言葉には答えを返していなかった。言われてみればそうかも。だけどどうしたらお姉ちゃんに声を届けられるの？歌というものがあるわ。シーダ。翼の姉を思う気持ちと焦り、今も私に伝わってきてる。だからこそその思いを歌に乗せればいいと思うの。思いを歌に乗せる。キリアのライブを見て、歌には言葉に特別な力を与える効果があるように思えた。それは俺たちの持つ戦う力とは全く異なる力だ。キリアさんのライブ、うん、私歌ってみる。
私の歌で今度こそお姉ちゃんを助けるんだ。この光はライブの時に出てきたパフォーマー。いつき、確かチキのユニティには才能を開花させるものがあったはずだ。このパフォーマーを使えばもしかしたらミラージュの力を破れる歌を。うん、試してみようよ。行くよ。レディアントユニティ。シーダ、翼、ヤッ。もっと羽ばたけ、私。これでお姉ちゃんに私の歌声を届けられるのかな。自信を持って、翼ならきっと助けられるわ。そうだね、私やるよ。絶対にお姉ちゃんを助けてみせる。待て、いつき。え？うん。よし。何をした？耳を塞いであげただけよ。聞きたくない言葉を聞くのって苦痛でしょ。だから何も聞こえなくしてあげたの。そうよね、アヤ。そんな、誰の声も届かないの。翼、いつきくん、怖がることはないんだ。翼はただ歌でお姉さんに自分の思いを伝えればいい。だから歌うんだ翼。私はお姉ちゃんに歌の楽しさ、素晴らしさを思い出してほしい。昔一緒に歌ってくれたあの時の優しい笑顔と歌声を取り戻してほしい。絶対にお姉ちゃんに伝えてみせる、私の歌、私の思いを。La la 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 la
翼？お姉ちゃん、翼。私の呪縛を解くなんて忌々しい歌。でもまだよ、アヤハは私のもの、誰にも渡さない。アヤハは誰の声も聞く必要はないわ。私の言う通りにしていけばいいのよ。そうすれば苦悩も挫折も葛藤もアヤハを追い立てるものは何もないわ。何もない。ええ、あなたには何もない。全てを私に委ねていればいい。ダメー！そんな奴の言葉に耳を貸さないで。お姉ちゃん、あんな小娘の言葉に耳を貸す必要なんてないわ。でも翼は妹、大切な。お姉ちゃん、アヤハの心をこんなにも乱す存在邪魔ね。アヤハ、あの小娘を殺しましょう。殺しなさい。助ける。行こう、クロム。立って帰ろうぜ。
任せて。ついてきて。よろしく。次いただき。いいぜいいぜ。魂うざったいのよ。わっ。任せたぜ、カイ。すべて蹴散らす。ついてきて、今だ。任せて。決まった。クロム、俺がお前を守る。貫け。ふざけこんなもんや。私を倒したところで何も変わらないわ。我々の同胞はいくらでもこちらの世界にやってくる。戦いはまだ始まったばかり。最後に勝つのは私たち。親玉打ち取ったり。こちらの世界にやってくる。私が負けなかったのはきっと大好きな翼の歌声のおかげ。ありがとね。お姉ちゃん。キリアさん、もう怪我は大丈夫なんですか？おかげさまでね。それより月、アヤハを助けてくれてありがとう。それは翼に言ってあげてください。そうね。いつの間にか大きくなっちゃったね、翼。いい歌だったよ。渋谷も復興したし、事件も無事に解決。よかったよかった。いつきくん、トーマくん、つばさちゃん、君たちならやれると思っていたわ。さすが私のマナ弟子たちね。さーて、これで今日もお酒が美味しい。とっておきのポン酒を開けちゃおっかな。と、その前に今回の事件でミラージュに関して分かったことがあるわ。奴らは組織で動いてるってことですか？そうね。敵は異世界から組織だって攻めてきていた。前から少し考えてはいたのよ。今までは小規模だったからわからないだけで、あいつらには黒幕がいて、実は組織だって動いてるんじゃないかって。それに関して一ついい？今後は樹たちと一緒に戦おうと思うの。それがいいでしょうね。キリア、この子たちの面倒を見てあげてね。そのことなんだけど、戦闘中の指揮は五木に任せようと思ってる。うん、なるほどね。あの、俺なんかで大丈夫なんですか？最も合理的な提案をしたまでだけど、
イツキ、あなたが今回成し遂げたことを正しく認識しなさい。素直にイツキ君の実力を認めたって言えばいいのに。とにかくそういうわけだから。それじゃあこれからはキリアさんと一緒に行動することが多くなるってこと？そういうことね。よろしく、翼。はあ、キリアが微笑んで私によろしくって。こちらこそ。ふつつかんものですが、今後とも大変末永く、お日柄もよく。翼、よろしくお願いしますだけでいいと思うよ。よろしくお願いします。面白い子ね。俺とイツキのコンビにキリアさんも加われば最強だな。キリアさんだけで十分かな。俺はいらねえってこと？ひどいぜ、イツキ。さてと、先にキリアにサプライズやられちゃったけど、私からも報告が一つあります。実はこの事務所に新しいお友達が増えることになりました。皆さん、お疲れ様です。え、お姉ちゃん？翼には秘密にしてたけど、私これからしばらくこの事務所でスタッフとして働くことになったの。いずれ芸能界に復帰してもらうつもりだけど、それまでのリハビリみたいな感じね。翼ちゃんが練習サボってたらビシッバシッお尻を叩いてもらおうと思って。あ、それと樹くんはこの後ちょっと社長室に残っててね。え、俺ですか？私と秘密で濃密で蜂蜜な個人です。心配しょ。何よ。冗談よ。まあ、いつきくんがその気なら私もやぶさかではないけど。お願いします。いつきくん、エッチ、スケベ、変態、これだから男の人って。何言ってるんだ。舞子さんは芸能界の先輩でもあるんだから、いろいろアドバイスをもらうべきだろ。俺はまだ歌とか演技とか自分が何に向いてるのかさえ分かってないんだから。あら、そんな真面目な意味で言ったんじゃないのに、いつき君には通じなかったか。なんだか私の方がエッチな人みたい。じゃ、今日は解散。と、その前に3人ともお疲れ様。よく頑張ったわね。あやはを助けてくれてありがとう。話って何ですか？ちょっとした確認なんだけど、いつきくんって何かやりたい仕事ある？やりたい仕事以前に芸能人になる気はないんですけど。釣れないこと言わないの。世間話みたいなものなんだから軽く答えちゃっていいのよ。例えば今回いつきくんは翼ちゃんと一緒に歌のレッスンを受けたわけだけど、歌手になりたいとは思わなかったの？どちらかというと、なるより応援したいです。応援？翼の応援です。だから今は
自分がどうとかより観客の前でアイドルとして歌ってる翼の姿が見たいです。すみません、何もなくて。いいのいいの、いつきくんがそう答える場合もちゃんと想定していたから。え？自分の意思で選んでもらうのが一番だったけど、それならそれでやり方はいくらでもある。あの、舞子さん、なんだか俺がどんな仕事をしていくのか決定済みみたいに聞こえるんですけど。決定してるというか、たった今決定したのよ。うちに戦力を遊ばせておく余裕はない。なので樹くんには全てのジャンルの仕事をやってもらいます。全てって、絶対に無茶です。正気ですか？無茶も通せば正気になる。これからどうやって売り出していこうかしらね。あ、それと樹くん、もう一つ、あなたにはみんなの面倒を見てあげてほしいの。俺がですか？これだけ若者が集まってるんだもの、みんないろいろ悩みとかあるのよ。だから樹くんにはみんなを助けてあげてほしいなって。ほら、心のケアってやつ。はあ、樹くん、そういうの向いてると思うの。今回の一件で舞子さんは確信したわ。それに芸能人である彼らに寄り添い手助けしてあげることはあなたにとっても絶対に力になるわ。だから頑張りなさい。さあ、一緒にスターダムへ駆け上がるわよ、樹くん。